元気。チェイ！ちょっと開幕直前のアクシデントで、出場する機会なく、それでもまあいろんなスタッフのおかげでリハビリも順調にできたし、コンディションも上がってきてるんで、まあ個人的には今シーズン初出場いい形で入れるように、まあチーム負けてないんで、その流れを継続できるようにまた自分の特徴を出して、いろんなアクセントを足して、またいろんなバリエーションで攻撃だったり、いろんなところで貢献できればなと思います。リーグ戦で大事なのは結果なんで、そうした中で2勝1分け負けてないっていうこと、まあ、課題はたくさんありますし、まあ、上から見ていた試合、ダゾーンの試合だったりとかでは、まあ、ちょこちょこありますけど、まあ、それはまあ自分が入った時にうまく伝えながら改善して、もう一つレベルアップして、もっと内容もよく、勝っていけるように自分ができることをしていきたいなと思います。Thank you.
さないでやっぱりやり続けるのが大事だし、そこがやっぱ難しいことなのね。一回負けるミスする、そこで下向いちゃう、ね、そんな選手は成長しない。チームいいですか、ね、まだまだ、まだ4試合終わっただけなので、次の金沢戦向けてしっかりいい準備しましょう、全員。いいですか、そこが大事。いい、ただやっぱり甘いもんじゃないっていうことをしっかりと反省して、次の、ね、ステージというか試合に向けていい準備しましょう。いいですか、次は、ね、そのためにつなぎましょう。いい、今日の OK です。まずは背後のところで、背後のところっていうのがなくなってきてる中で、とりあえずまずひっくり返したいっていうところと、まずは楽しんでこいっていう強い言葉をもらいましたし、ゴールを決めてこいっていう後押しをされました。過程のところはあまり覚えてないんですけど、まあ、翼くんが頑張ってくれて、で、まあ、あの位置にいたことでこぼれ球を押し込めたのが良かったのかなっていいと思いますし、まあ、あそこのポジションに我慢して入り込んでたのが得点につながったのかなと思います。おととしの10月に怪我をして、ゴールっていうところで、きつい日々も、乗り越えてきましたけど、負けてた状況だったんで、その一喜一憂というか、次だぞ、次のもう1ゴール1ゴールっていう感情でした、はい、負けた次の試合っていうところで、とても重要な試合になってくると思いますし、3失点した中で、自分たちが開幕3試合で負けなしで来てましたけど、まだまだチームとしての課題も多いところが見つかったと思うので、まあ、この試合を機にまたチームとして全体が、やっていくんだぞというふうに、チーム全体でまたやっていきたいです。まあ、やっとスタートラインに立てたなっていうふうな感想が、っていう気持ちが一番で、まあ、このゴールに至るまでにたくさんの人に支えてもらって、たくさんの壁に乗り越えてきて、険しい道のりでしたけど、こうサッカーを楽しむことだったり、フォワードとしてのゴールを決めることだったりっていう立ち、やっとスタートラインに立ったなっていう、はい、感じです。いや、まあ難しい試合になるのは、まあ、想定した中で、まあ、自分たちの時間もありましたし、チャンスもあった中で決めきれなかったってところと、まあ、相手のその独特なフォーメーション配置の中ではめきれず解放された中で失点してしまったっていうところ、そこはもう、修正していかないといけないので、まあ、この結果をしっかりと受け止め、1週間いい準備して次に向けて頑張っていきたいなと思います。また、維新でプレーできるっていう喜びを感じながら、ピッチに立ちましたし、まあ、コンディションの部分ではなかなか調整が甘くしっかりといい準備ができなかったっていうのは、まあ、正直なところありますけど、まあ、その中でも自分のプレーも出せたと思いますし、まあ、まあコンビネーションもありましたし、まあ、そのチャンスをしっかり決めきれないとこういう試合になってしまうので、まあ、パサー含めてシューター含めてしっかりと反省して次につなげて次は勝ちたいなと思います。まあ、長いシーズン、トップ6行くためには連敗は絶対してはいけないと思うので、しっかり切り替えて1週間いい準備をして必ず勝ちたいだと思うので、はい、頑張ります。